笹平ダムは、長野県長野市、品野川水系最川に建設されたダム。高さ19.3メートルの重力式、コンクリートダムで、東京電力、リニューアブルパワーの発電用ダムである。同社の水力発電所、笹平発電所に送水し、最大14,700キロワットの電力を、発生する。北アルプスに橋を発し、 松本盆地を抜け流下する西川には、戦坂村から長野市で千曲川に合流するまでの間、5基のダムが目下運用されている。これらはすべて、東京電力が管理する水力発電のためのダムである。戦後、東京電力が西川の発電事業を継承した時点では、水内ダム1基が存在するのみであった。残る4基のダムの建設は、まず、 水内ダムの下流より始められる。1952年、水力発電所を新たに建設すべく水利権を取得した東京電力は、同年より、同ダムの建設工事に着手。半地下式という構成は、東京電力の水力発電所として、初の試みであった。水車には、スイスのエッシャーウイース社製、カプラン水車を採用。同社から、 日本語の官能な技術者が派遣され、水車の据え付けは順調に進んだという。ほぼ同時期、さらに下流では、小田切ダム建設工事が行われている。完成した笹平発電所は1954年より運転を開始した。1985年1月28日早朝、同ダムが形成するダム湖で25名もの犠牲者を、 出したバス転落事故が発生。日本福祉大学の学生らを乗せてダムこそいの国道19号を走行していた三え、交通バスがダムより数メートル上流の対安寺橋の手前のカーブを曲がりきれずダム湖に転落したものである。この時、同ダムの修繕工事を担当し、現地付近に宿泊していた前田建設工業の作業員が救助作業に加わった。 長野市中心市街地から国道19号を、西川上流、松本市方面に向かって走ると、小田切ダムを通過後しばらくして、犬礼トンネルを潜り、さらに数キロ走ると、明治橋を渡って、しばらくして笹平トンネルに差し掛かる。このトンネル手前の、笹平トンネル東交差点で左折して、長野県道31号長野大町線に入り、 72回小学校座左平分校のある、笹平北交差点を過ぎて間もなく、左側に発電所へと通じる脇道がある。広場のようなスペースがあるが、そこは、企業の敷地内とあって駐車がはばかられるようであれば、先の笹平トンネル東交差点付近の駐車場を利用するのが良い。ダム下流側の堤防には60本もの桜の木が植えられ、名所にもなっている。 前述の事故現場となった湖畔には犠牲者の死を悼む、慰霊碑が静かに佇んでいる。ありがとうございます。